2019年にスタートしたらしくて、その美術館がミュージアムがね。三好はもともとは平田農園さんに行ったことあって、私ロケで。そう、なんかいちご狩りとか、今の時期はいちご狩り、あともうちょっと経てばさくらんぼ狩りとかあったり、そういうね、あの農園があったりとか、あとはワインをね作ってるところがあって、三好のねワイナリーがあるんですよ。そこが結構有名なんですけど、三好って。そう、まあでもね行ってみたくて。そうそう、あんまりもののけミュージアム行きましたっていうのをあんまりメンバーで聞いたことないなと思って、ロケでもそんなに行ったことないんじゃないかなって。わかんないですけど、行ったことあるメンバーはおるかもしれんけど。そうけど、あんまり聞かないかもって思って、そう今回は三好に行ってみようっていうことで行きました。もののけミュージアムのツイートとかもしたいなって思ってます。あとはね、そういろんな世羅高原とか行きたかったし、美北丘陵公園も、まあ、遠いけど行きたかったし、なんかねそういう公園系とか、いろいろね行きたい場所はもっとあったんですけど、滝とかもあったりして、三段橋みたいな。ね、本当にそのもののけミュージアムに行こうだけ決めてて今日は。でもののけミュージアム行きのバスがちょうどあったんですよ、広島バスセンターから。でバスセンターでそのチケットをね買ったら、高速バス、そしたらなんかあのねお昼割、私たち何時だったかな、10時半ぐらいにあのバスセンター行って、10時45分ぐらいのバスに乗ろうって検索して行っとったら、なんかお昼割みたいなやつがあって、もう広島から三好って高速バスでもうずっと乗っとくだけで、あの途中ね停車はするんですけど1530円で行けるんですよ、片道。そうでもお昼割でなんと片道1000円になって、そう本当はね往復で買えばもう往復2000円で行けたんですけど、時間制限があるんで行きだけそのお昼割を使わせてもらって、そうめっちゃお買い得で行けたんですよ。あ、くにさんお誕生日おめでとうございます。おめでとうくにさん、素敵な一年に。でお買い得になりので行きまして、まあ、まずそのバスセンターから乗っとけばあのもののけミュージアム行けるから、そうそうそう、もうずっと乗っとくだけで目的地に着いて、もののけミュージアムにまず入りまして、なんかね一人の方が集めたそのもののけ好きな方、そう妖怪好きな方のなんか作品をそこに集めてて、江戸時代の巻物とかなんか土偶みたいなやつとか、あバスはね90分とか105分とか、バスによって違ったんですけど
大体1時間半ぐらいで行けます。そうで、いろんな昔の妖怪の絵とか、あと実寸大の模型みたいなとかがあったり、ミイラとか、ミイラがあったりとか、そうそう、あとチームラボとコラボしてて、自分があの塗った塗り絵があるんですけど、自分が塗った妖怪が映し出されるっていうのがあるんですよ。で、私はなんかカッパと天狗が混じったやつみたいなのを選んで塗りました。 STU っぽく塗りました。ここにね STU って書いてるんですけど、 S がねちょっと伸びちゃった。 STU、 ここね48って書いてるんですけど、ちょっと横向いてるからねこの子があんまり見えないんですけど、あとここ怒りマークもね書いたんじゃけど、ちょっとビヨーンってなっちゃった。ほらここ隠したら怒りマークにして、STU らしさをね出したんですよ。そう、多分何日で消えるんかは分からんけど、ちょっと早めに行けばおるかもしれん、まだこの子。そう、なんか顔とかもこうやってねアイラインとか引いたりして、元の絵がねすごい、クレヨンで塗るんですけど、クレヨンだけねあの用意されてるから、めちゃめちゃ童心に帰る場所でした。楽しかった。あの時間が決まってて、でも結構な頻度でチームラボに入場可能みたいなのがあるんですけど、なんかおきちゃんとあと別のお母さんと娘ちゃんがいて、そう2組で楽しみました。多分最大4組かな。でも結構時間は何回もあったので、みんないけると思います。おきちゃんはカッパ選んでた。そう、これね片目しか描いてない、背中とか描いてないのにこうやって背中までね色がつくんですよちゃんと。でおきちゃんコンプラって描いてたんですけど、片面で描いたからなんか両面に反転してコンプラって書かれてて、画みたいになりましたって悲しんでました。そう、これ塗り絵なんですけど、その台紙の種類はカッパ、なんか天狗とカッパが混じっとる私のやつ、あと天狗、あとねお餅の妖怪、あとね男の子が2個女の子が2個みたいなとかもありました。ただ普通の男の子女の子、なんか自分を描いてそれを投影してもらうっていうこともできるんですよ。そう、これおきちゃん写ってるんですけど、わかるかな、こうチームラボ行ってみたかったんですよね。私の描いた天狗とおきちゃんが戯れてる絵です。お餅の妖怪はこれなんていう名前だったかな、草とね、
人面草子っていう妖怪、これお餅の妖怪なんだって。人面草子、いろいろ写真撮ったのに分かった私がここにいるの。あとはね、総選挙してたり、今なんかこういうね、土偶がね100体いて、その中から推しの土偶を決めて、こうやってね、私はこの81番の子にしたんですけど、うわ22番にすればよかったYZU 総選挙っていうのしてて、これで自分の好きな推しの土偶をなんか決めれることができて、わかんない、会場だけなのかな、めっちゃ怖いですよ。でも本格的な、ほらこういうドクロみたいなめっちゃ怖いやつから、こういうウサギの顔みたいな、このウサギの顔も迷ったんですよ、があったりしました。 YZU はね、何の略だったか忘れちゃった、ごめん。そう、この前はあの、この前っていうか、なんかねこの総選挙がね何回目からしいんですけど、結構いっぱいやってるらしいんですけど、多分調べたら出てくる、これ。そうそうそう、前回優勝者がそのポスターのセンターになってました。ちゃんと、わ、なんかちゃんと総選挙だって思いました。この妖怪がびっくり。この妖怪はね、なんていう名前だったかちょっと忘れたんですけど、知らない間に人間の髪を切る妖怪なんですって。こんなに目がちっちゃいことあるって思いません？これはね、ちゃんと絵もあったし、あの、なんて言ったらいいんだ、こういう像もありました。像はね、なかなか少なかったんですけど、これめっちゃ好きでした。私、またカッパが最後にいたりとか、これミイラ、なんか犬やんって思ったけど、あのね、めっちゃ尻尾が長くて、確かにみたいななりました。あとは人魚の像とか結構楽しみました。盛りだくさんな世界でした。この外にある像と写真撮ったんですけど、髪切ってよかったって思った。この写真見て、なんか今の髪の毛のバランスがちょうどいい気がしました、自分に。そう、撮影 OK なの、三好。何時ぐらいまでおったんじゃ、何時間おったんじゃ、分からん。でもね、近くに商店街、三好の本通りっていうところがあったり、そうで、その中にねカフェとかもいっぱいあったりして、そう、めっちゃ楽しめました。私ノーマルカメラだけど、今日めっちゃ漏れたんですよ嬉しかった。目がキラキラしてた、なんか今日肩もかけていいんだそう、仲良し。今日誕生日です、ジュキヤさん、お誕生日おめでとう。
おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。チュロスとプリン美味しそうだった。いや本当に美味しかった。チュロスもプリンもめっちゃ美味しかったです。最近履いてる白い靴好きね。この靴もめっちゃ気に入ってる。これあれです、ジーナシスで買いました。神社はね、神社はちょっと遠い。あのね、タクシー使いましたけど、まあ、タクシーだと三好駅から5分だった。そう、なんかね、もう行けるか行けないかギリギリのところで、そう、いやでも行きたいって言って行ったんですよ。あのね、あの、なんだったっけ、あっちの神社は、太いに年って書く神社の方は歩いていけた、結構近かったですけど、詐欺神社は、でも駅から歩いて20分ぐらいだから、別に歩けるっちゃ歩けるんですけど、私たちはね時間もめっちゃ迫ってきてて、あとはもう4時間5時間歩いてたから疲れてて11時55です。もうちょっとやろう。明日の朝が早くてね、ちょっと早めにお風呂入って、まあお風呂入った後にまた配信しようかなって思って、10時にやめようと思ってたんですけど、今日誕生日じゃった。うお、くぼちさんお誕生日おめでとう、おめでとうございます。おめでとう、くぼちゃん誕生日おめでとうございます。そう、携帯に歩数計入ってるっけ、ヘルスケアにあるっけ。で、あ、そう、太宰神社太宰神社と詐欺神社に行きました今日。おお、1万2000歩歩いてる。わお、めっちゃ歩いてるやん。ねえ、すごいな、1万2000歩行きました。いや、よう歩いた。なんかね、その帰りのバスが、帰りのバスが、私たちが乗りたかったのが5時50分ぐらいで、で次の便がもう7時50分ぐらいしかないって思って、なんか調べたらそうだったんですよ。結局なんかもうちょっとあったんですけど、でもそんなにないんですよね、夜は。やっぱり便がどんどん減っていくから、いや、それはやばい、2時間空くのはやばいっていうことになって、でもそのバスが来るまでにもうあと3、40分しかない、40分ないくらいだったんですよ、バスが来るまで。その時駅にいて、で駅から徒歩20分の詐欺神社に行きたかったんやけど、いやこれでも行って帰ったらもう40分じゃけん、絶対に無理じゃってなって、しかも疲れてるから早歩きもできないし、だからそう、駅にタクシー乗り場があったので、
タクシーに乗らせていただきまして、で帰りもちょっとすぐ戻ってくるのでちょっとだけ待っていただいててもいいですかって言って、10分以内に絶対戻ってきますって言ってタクシーの運転手さんに伝えて、詐欺神社をさらっと存分に満喫してそう、でもちゃんとあれですよ、二礼二拍手一礼とかしたし、そういろいろちゃんとしてるんですけど、そう行きまして、そうそう、でもそう車で5分のとこだったから、あのタクシーもね待ってくださったし往復してくださったけど1500円ぐらいでよかったって思った。だからギリギリそのバスにも間に合って、そうなんかねめっちゃ悩んだんですよ、その詐欺神社に行くの、いや行けるか行けないかギリギリだし焦るしどうしようみたいになったんですけど、もうタクシーがいてくださったおかげで行けて、おみくじあの桜のやつでツイートしました、できてよかったって思いました。おきちゃんはもうね7時50分の方に乗るつもり、乗るつもりっていうかもう乗るだろうなって思ってたらしくて私はでも諦めてなかったの、絶対5時50分ぐらいのに乗るし、乗りたいし、でも詐欺神社にも行きたいみたいな感じで、桜みくじを、そう桜おみくじ、桜みくじ引いたらお守りが中に入ってて、あれキーホルダーじゃなくてお守りなんですけど、そういろんな色があって色に意味があってめっちゃねおしゃれだし、あと御朱印を集め始めたのと、そうなんかインスタグラムしてて詐欺神社さんめっちゃおしゃれだったから行きたかったんですよ。あと三好って今日はね行ったけど、そんな頻繁にはね、またやっぱ他のところも行ってみたいし、またいつ来れるか分かんなかったのでどうしても行きたいなって思って、御朱印も載せました、あのツイッターの3枚目だと思います。でもそうそうそう、パエル神社楽しかったです。三好なら市内から割と行きやすい、そう1時間半バスに揺られときゃ行けるけんありがたいよね。あ、いいねそう三好っていうものね、え本当はそうそういろいろやりたいことはたくさんあったんですけど、まだなんかやっぱり車で行った方がいろんなところ回れるし、今回は遠旅だったので、そう制限があったというかさ、ワイナリーも行きたかったしとかいろいろやりたいこともあったんですけど、まあ、早起きもせず、そんなに夜遅くもならず、もう8時には家に着いてるぐらいだった気がする、多分ので、早起きもそんなせず夜も遅くならず楽しめる方法で今日はすごくいい回り方ができたなって思いました。全然予定立ててなかった、本当にもうノープラン旅、ほぼあの一
番最初の目的地だけって感じでしたね。あとはなんかあのちらほら検索して、あここのカフェ良さそうとかそんぐらいだったけど、行こうとかなんかルートはこうとかは全然決めてなくて、だからなんかこっちのここにもののけミュージアムがあって、こっちの店行って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 みたいなことになっちゃったり、そうしたから、本当にちゃんと自分らのルートをねもっと簡単にできるから、皆さんがもし行くよって私たちが行ったところを全部回るよって言ってくださる方がいたら、もうちょっと短縮はできると思います。そうそうそう、おしゃれなカフェあったし、超美味しかったし楽しかったですね。やっぱりいいなって思って、なんかね風が心地よかったです。いやー素敵でした。他にもいろいろいっぱい行ったんですけど、なんかブリキのおもちゃがいっぱい置いてあるところ、あとグリコのおまけのがそのブリキのおもちゃと同じ場所なんですけど、あのブリキのおもちゃとグリコのおまけが 何百個何千個ぐらいある、なんていうんだろう、美術館じゃなくてミュージアムなんて書いてたかな。でもねそこはね今日で終わりだったらしくて、今日で閉館のとこに行ったんですよ。あそうブリキのおもちゃ館、今日が最後なんですよって言われて、えそうなんですかみたいな話をしたら、そうなんとねあの広島の中心部の方に移転するらしくて、だから皆さん、まあね、あの三好からはなくなっちゃうけど、そう、まあ、皆さんからしたらねライブとかのついでとかならもうちょっと行きやすい場所に移転するらしいので、結構ねレトロ好きな方とかなんかテンション上がると思います。車のおもちゃ、ブリキのねおもちゃがあったり、ロボットとかも結構めっちゃあったりしたので、男性も好きそうだし女性も好きそう、みんな好きそうな気がとる。そう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 、写真もね撮り放題で撮っていいよって言ってくださって、なんかこのブリキのおもちゃがね世界に何十体しかない、うちの2体がここにあるらしくて30体ぐらいだったかな。そうこれがチケットなんですけど、その奥に本物がいるの。最近サングラスデイズめちゃめちゃ聞いてて道にハマってしまいました。嬉しい、サングラスデイズいいですよね、めっちゃいい歌。 STU で多分一番アイドルって感じがする、なんか爽やかアイドルって感じの曲。ありがとうございます、嬉しい。ね、ブリキのおもちゃ、ブリキのおもちゃ館は大人400円、入館料400円で、でもののけミュージアムはラボ、あの塗り絵するところに入るなら600円で、でそこは別にいいですよ、展示だけ見るだけで大丈夫ですっていう方は300円とかだった気がします。そう博物館とかのおもちゃ館も結構リーズナブルに入れたから嬉しかったですね。かわいい、なんか全然見えんのやけど、
そう、めっちゃね、ほら映えてたよ、館内取り放題だったし、めっちゃ優しかったんですよ、ここの方が。鉄人28号おった、めっちゃでっかかった、好きでしょ。カフェも美味しかった、プリン。私はほうじ茶バスクチーズケーキ食べました。あとちょっと家族にお土産みたいなの買ったり、いろんなね、あのもののけミュージアムは結構3、4種類カオハメがあったんですよ。これ66尾のカオハメ、起きちゃ う、めちゃめちゃ楽しかったです。いや、めっちゃちっちゃいバッグで行きました。広島なら滝原とか西条の酒蔵巡り、西条の酒蔵はね行ったことある、まあ、街並みだけですけど、酒蔵はないわ。街並みいいよね。私的に STU の中で一番好きな歌、決められないけど、なんかもう自分が参加してる曲はもう全部こういろんな思い入れがあるので、なんかそういう質問が来たらいつも自分が参加してないやつを結構選んでて、僕はこの海を眺めてるも好きですし、でも一番好きなのは好きになれただけで幸せだっていう曲かな。どれも好きです。でもサンクラスティーズも大好きだし、ね、22時になりました。明日はとても朝が早くて私はもう心配しています。頑張れ。5時起きぐらい、頑張ろう。そう、落語もう少しで配信終わりだから見なきゃ。そうだ、今日の23時59分でリレー配信、後からの配信が今日終わるので、ぜひ見てください。3日分あるけど、ぜひ、それではちょっと明日朝早いということで、ちょっとまず寝る準備をしてきます。あとはなんか今日ねいっぱいやったので、インスタとかあげたりできたらいいなって思うけど、どうだろうって感じですけど、そうなのでまだ配信するかは分かりませんけど、配信する気はします。それではちょっと壇上を読みますね。では22から読みます。22、プロダクトアウトさん。21位、かくれんぼさん。20位、ダダダダムドさん。19位、高松市民文化センターさん。18位、ゆうゆうさん。17位、きみさん。16位、まさりさん。15位、いしけんマシーンさん。14位、まげ無言さん。13位、エムケンさん。12位、きよさん。
11位シードブルー佐藤健さん、10位なっちゃんさん、9位ジョノラニカレグレさん、8位ブルーさん、7位長谷川さん、6位坪井ゆうすけさん、5位マサさん、4位ママルンさん、3位アモズさん、2位ナッカンさん、そして1位はルルルルンちゃんキコリさんでした。ありがとう、ありがとうございます。それでは皆さんも月曜日頑張ってください。またお会いしましょう。バイバーイ。